風がピッチを通り抜けていきます。フットボールファンの皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。解説はおなじみの中西哲夫さんをお招きしています。中西さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。マスターリーグディビジョン2第10節をお送りいたします。これが本日の対戦カードです。さあ、キックオフです。スローインです。おっと、ファウルを取られました。キーパーが指示を出しています。ドリブルで上がる。プレスをかけます。キラーパスになるのか。味方を探しますよ。フォローが押しとる。ゴール!なんてアートな。さあ、もう一度見てみましょう。ねじ込んだ。動き出しが素早いです。スローインです。15分経過。ドリブルで上がる。体を入れてきます。ふわっと上げる。大きく前方にクリア。危ない。中へ放り込む。ヘッド。シュート。キャッチできない。おっと、足がかかった。これはファウルです。彼ならゴールを期待できそうです。浮き球を放り込んで合わせてくるかもしれません。狙いすぎたようです。
ここはキーパーがキャッチ。ヘディング、キーパー真正面。さあどちらのボールになるのか。ここから狙う、ボールを囲んでいきます。前半戦終了。前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は1対0。さあ中西さん、ここまでの試合どうご覧になっていますか。そうですね、サイド攻撃をもっと意識してほしいですね。はい、どうもありがとうございました。それではこの後の試合をお楽しみください。後半開始の笛です。走り込んできた。ドリブル。危険なタックル。このフリーキックはどうご覧になりますか。狙ってくるかもしれませんね。ゴール回しに嫌われた。追加点。さあもう一度見てみましょう。蹴り込んだ。フリーにさせてはいけない。折り返した。ジャンプ。コーナーキックを得ました。さあチャンス到来。コーナーキックになります。さあチャンス到来。後半15分。前が空いた。シュッ、アンビリがゴール、ゴール、スーパーゴール、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 ミラクルゴール。得点は3対0。ゴール前での模様を今一度ご覧ください。ヘッドでつないで、いけいけドリブル。さあこのまま攻め上がれるか。オフサイドにはならなかった。誰もいない。シュート。
果敢にスライディング、走り込んできた。交代選手がウォーミングアップを始めたようです。選手交代がありました。キーパーが指示を出しています。ヘッドでマークにつきます。決まった、ゴール、エクセレントゴール。得点は3対1。ただいまのゴールシーンを振り返ってみましょう。スローインです。合わせた、ラッキーボール、敵に当ててしまった。コーナーキックです。危険なタックル、キーパーの指示が伝わっていないのか。これはゴールキック、ゴールマウスに嫌われた。さあどちらのボールになるのか。スローイン、これは何だ。3対2。さあもう一度見てみましょう。ここで試合終了のホイッスル、接戦をものにしました。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか。はい、非常に見応えのある試合でした。はい、どうもありがとうございました。そろそろお別れの時間がやってまいりました。実況は私ジョン・カビラがお届けいたしました。本日の解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。それではサッカーを愛する皆さん、またお会いいたしましょう。さようなら。